情念司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆様チャンネル登録をよろしくお願いします。今日はですね、物議を醸していますが、まあ本人が謝罪したですね、菅義偉総理大臣のですね、生い立ちを国会で明らかにすべきだと言ったね、立憲民主党の小川淳也氏の発言についてちょっとコメントしたいなと思うんですよ。小川さんはですね、詫びを入れました。少し真意が十分伝わらなかったことをお詫びしますみたいな感じでね。で、その小川さんの真意は何だったかっていうとね、菅さんは経歴持ってると、持ってるから本当のこと言えということらしいんですよ。一応その彼の言い訳読みましょうか。ちょっと長いんですけど、 J キャストニュースだな、これに出てたやつでね、私は人の生い立ちを差別しようとか区別しようとか思ったことは一度もありません。ただしこの国の内閣総理大臣、最高権力者が自分の経歴を正しく説明するかどうかは極めて重要だと思っています。例えば菅さんに関しては叩き上げ伝説、庶民派伝説が随分と出来上がっていますが、貧しい農家だったのか、富裕な農家だったのか、そして集団就職で来られたのか、あるいは単独で来られたのか、そして政治家に血縁はいないのか、それともお父様は町会議員で現れたのか、億単位の政治資金、それから奥はくだらないという横浜の高級マンションにお住まい、どっちでもいいんですよ。どっちでもいいんですが、もったり嘘をついたり、あるいは伝説をことさら作るのは間違ってると、特に最高権力者の場合はという趣旨で申し上げましたと、グダグダ言い訳をしております。小川さんね、一つすげえ勘違いしてることあると思うんで指摘させてもらいたいんですけど、菅さんはね、小池百合子と違うのよ。小池百合子はカイロ大学首席卒業とかさ、持ったでしょ、いろいろガチで自分から持って、それで竹村健一先生に売り込んで、テレビ出してもらって、でその後ワールドビジネスサテライトの初代キャスターに売り込んで、カイロ大学首席卒業の再演ということでやっちゃって、そのままもう伝説上り詰めてですね、現在に至るというわけでしょ。自分の経歴をね、持ってね、積極的に持って売り込んだ人と菅さん全然違うでしょ。あなたその菅さんが小池さんだみたいな形で批判してるけどさ、菅さんこれいろいろ言われてることって周りが勝手に勘違いして言ってることですよね。かくいう私も菅さんが集団就職だって勝手に勘違いしてたんですけど、違いますよ。なかなかやり手のお父さんでね、農家でイチゴの栽培でね、農協と対立して抵抗されたそうですが、菅さんはそんな親父を見てですね、農家大変だ、嫌だと思ってね、自分は継ぎたくないと思って東京に出てくるということですよ。で出てきて段ボール工場で働いてたのも本当だし、築地の魚河岸でバイトしてたりとか、新聞社のね、坊やみたいなことやってね、駒使いですよね、やって働いてたのもこれ事実だし、でさらに言えば30代後半で市議会議員に初当選、そこから政治のキャリアが始まるわけでしょ。小川さんおっしゃるようにさ、お父さんが湯沢の秋田で町会議員やってると、横浜で市議会議員当選できるのか、そんな簡単なのか、面白いねそれね。私弁論部にいるので、お父さんとかご親戚がね、地方で村長やったりとか町会議員やったりとかしてる人結構いっぱい知ってますけど、その人たちがじゃあ東京で選挙出てね、簡単に受かるかっていうと受かんねえぜ。だから何って話。あとはおじいちゃんがね、地元で町長やってたとか村長やってたみたいな人がいて、その地盤をね、親父がやってないので間開けて引き継ごうとしてるような後輩とかいますけど、結構苦労してるよ。小川さんも自分で選挙やったから知ってるでしょ。あんた何言ってんのって話だよね。でさらに言うと、田舎でじゃあ実家が裕福ですと、そうすると横浜で市議会に簡単になれるんでしょうか。どうなんですか。なれるとは思わないですけどね、そんな簡単には。そういう実家が裕福な人って東京や神奈川や埼玉や千葉いっぱい住んでるけど、じゃあ俺実家が裕福だからさ、ちょっとサラブレッドなんで楽勝で市議会議員選挙へなんてなれるわけないでしょ。なんて何言ってんのって話ですよね。でそれから億単位の政治資金ってのは、それはもう官房長官たるものね、それはそれぐらいのもあると思いますよ。マンションについてはよく知りませんが、でもこのマンションほとんど彼行ってないんですよね。ずーっと官邸の近くにいてね、マンションにほとんど帰ってないという感じですけども、もうこれ歌もいいんじゃねえかみたいにね言われてますけどね。ということで、小川さんがおっしゃるようなね、いいですよ、裕福な農家でお父さんが秋田で町会議員やってたとして、で横浜の市議会議員にどれぐらいその当選する確率が上がるのか、ぜひエビデンス出してほしいと思うんですよ。小川さんみたいに東大を卒業してさ、中央官庁にお勤めになられて、そこから苦労したみたいですけど政治家になられた方とはですね、どうもそのキャリアパスがだいぶ異なるようですので、小川さんみたいな高級官僚出身じゃないんでね、菅さんはね、官僚でもなければ2世ね、職業政治家みたいな。2世っていうのはさ、親父の地盤引き継ぐから2世なんだぜ。わかる？小川さん、親父の地盤引き継いで、その地盤看板カバンのね、全部入ってるものをいただくんです。金のスプーン加えて出てくるわけですよ。だから2世なのよ。私も友達でね、政治家いっぱいいますから、2世いっぱいいますよ。で何が2世有利かって言えば、地盤看板カバンあるから2世なのよ。秋田で町会議員やってた親父がいると、横浜で国会議員になれるんですか。すごい金のスプーンだね。もう届くんだね、秋田からこうやってね、入ってて、俺町会議員だけど、これでじゃあ横浜で国会議員の選挙ね、神奈川でじゃあ出ろよこれでって言うと慣れちゃうのね。でそういう点で言うと、小川さんが印象操作しようとしてるような、2世ではないけどいろいろ有利になるようなものを持ってたみたいな印象操作しようとして、こういうこと言ってると思うんだけど、全然違うじゃん。さらにね、苦労人か苦労人じゃないかというのは、これあくまで相対評価ですから。例えば地盤看板カバン全部引き継いで生まれてきた、例えば安倍総理もそうだし、小泉進次郎さんもそうだし、民主党政権の畑山幸雄さんね、みんな持ってたでしょ。でこういう人たちと比べて持ってない人ってのはやっぱ相対的に苦労人なんだよ。何が問題なのって話です。当然ね、菅さんよりも恵まれてない人いますよ。何度選挙挑戦しても落選しまくってる人とか、本当にもう菅さん以上に何のこう知恵も血縁もないところで頑張って
ってる人いるし、そういう人に比べればそれは菅さん有利かもしれないけどさ、あなたの言い方だとなんかこうさも政界のサラブレッドたちと菅さんが大して変わらないかのような印象操作しようとしてませんか。しかも菅さんが経歴持ってるみたいな嘘に基づいてこういうこと言ってません。周りが勝手に言ってるだけで菅さん本人は小池百合子みたいに持ってないからね。これ一緒にして語るのはすごく大きな問題だと思います。まずね、前提条件として小川さんのね認定が間違ってるんですよ、事実認定が。そこからして反省してもらわなきゃいけない。真意が伝わらないどころか、あなたの真意十分伝わったんだよ。十分伝わった上で小川さんは批判されてるんです。2世でもなければ、あなたのような元官僚でもない菅義偉さん、その人が実は他の農家は超金持ちで、親父は政治家で、2世ではないけど2世みたいなもんなんですみたいな、そういう印象操作をしようとしたのではないかという疑惑をね、国民が持ったわけですよ。だからあなた SNS 攻撃されたわけ。国民が疑惑を持ったら、ね、疑惑を持たれた側が潔白を証明するんでしょ。おたくら立憲民主党の理論だと。小川さんこれ全然疑惑に答えてないので、疑惑潔白をね完全に国民が納得するまで丁寧な説明をお願いしたいなと。この説明は説明になってないです。一国民としてですね、小川さんにはもっと時間をかけてね丁寧に説明しないといけないなというふうに私は思いますね。ということで菅さんはですね、私もあの集団就職だとか誤解したんですけど、まあ秋田県の湯沢市出身で、お父様は農家をやってて結構やり手だった方なんですが、ご本人はですね農業を継ぐこと嫌で東京出てきて、ちょっといろんな職を転々として、もう田舎で暮らしてりゃね、親父の仕事気づいて楽勝だったのに、わざわざ東京来て苦労してね、いろいろやってたわけですよ。で30代後半で初めて政治家としてのキャリアを歩み始めて、市会議員、県会議員、国会議員とこう上り詰めてきたわけですよね。で市会議員、県会議員、国会議員と来た人で総理大臣になった人っていないんです。はい、今回初めてじゃないかな。あれいるかな、誰か いたっけ。なんかもうとにかく非常に稀な存在です。ごめんなさい、僕そんな政治詳しくないので、まあ少なくともまあいたとしても一人ぐらいしかいなくて、菅さん本当に初めてというか、もう本当に久々というか珍しい人なんですよ。そういう意味ではですね、地盤看板カバンを引き継いでね、親からもらってやってきた人とはですね、菅さんはちょっと違います。ちょっとというかかなり違うんですよ。だから私はだから苦労人で合ってると思うし、そういう叩き上げという言葉もぴったりだと思いますね。今まで自民党のね政治家の分類って3種類あったんですよ、一般的に言われてますけど。いわゆるね2世ね、それから刑罰、それから叩き上げと党人派という感じですね。まあ2世とは文字通りその政治家の一族ですよね、子供たちですよね。で刑罰っていうのは何かというとね、まあ元官僚ですよ。元官僚が娘婿に呼ばれて、それで選挙出るみたいなね、娘婿でやってる人いるでしょ。こういうのはまあいわゆるこう刑罰の皆さんですよね。あとはそれとは全然関係ない党人派っていうのは、いわゆる叩き上げの分類なんですけど、菅さんはまさに元官僚でもないし、それから2世でもないんですよ。お父さんは田舎の町会議員やってたかもしれないけど、いや神奈川なんて何の縁もゆかりもないところでやるわけですから、全然関係ないですよ。純粋な党人派の政治家ということでは、久々の党人派の総理大臣が誕生したなというふうに思ってますので、小川さんの批判というのはですね、菅さんがそういう苦労人で党人派っていう、こう事実をね否定しようとしてこんなこと言ったのかもしれないですけど、かなりトンチンカンな批判で、その結果ですね国民に批判されたと。小川さん自身がね非常に横島なことを考えてたんじゃないかみたいな感じでね、逆に言われてるので、まあその疑惑にねぜひお答えいただければなというふうに思っております。ということで今日の内容面白いなと思った人は、高評価ボタンを押しておいてください。最後にチャンネル登録をよろしくお願いします。ガー